はい、えー、続いてですね、ブラーの滑らかです。じゃあちょっとこれかけてみたいと思います。まず、滑らかの方をかけました。えー、ちょっと同じ50という値ですね。ちょっとここで記録しときます。で、今度はブラーのガウスをかけてみました。はい、ちょっと見比べてみましょう。はい。押してもですね、ほぼ、ウェブフォン板を見るとですね、 変わってないというのが現状です。なので、これはほぼ同じもんと思っていただいて結構かなというふうにも思います。で、えっ、ー、と、こちらの方ですね、エッジピクセルを繰り返す。これがちょっと実は重要でして、例えばこういった一つのムービーがあったとします。で、そういった時にですね、こちら今、エッジのピクセルを繰り返すがないと、端っこの方が黒くなっちゃうんですね。なので、例えば通常のブラウンのガウスかけちゃおうと、このボタンが、 機能がないんで、あら,らららっていうことになってしまうので、まあ一つの単体のムービーにかけるには、裏滑らかでこのエッジピクセルを繰り返すというのを入れてあげるといいと思いますね。